私の名前はカズミ、36歳の専業主婦です。子供はまだいません。というか、先日亡くなった義母の介護で10年を費やし、結局子供が欲しいとも言い出せずにここまで来てしまいました。旦那の傭兵は義母の介護には全く協力してくれず、そのくせ葬儀の際にはあたかも私と二人で協力して介護をしてきたかのように話して、周りの親戚から称賛を得ていました。私は納得できませんでしたが、まあそんなもんかと諦めていました。初7日が過ぎた頃、仕事に出たばかりの傭兵から LINE が来ました。カズミ、リビングのテーブルにある紙見たか？え、まだ見てなかった。今見るね。何これ、離婚届？どういうこと？見たらわかるだろ、そのままの意味だよ。離婚したいってこと？そう、離婚届取ってきたから俺の方は記入してある。それに自分で記入して、できれば今日中に出してほしいんだけど。急すぎて全然理解できない。どういうこと？離婚なんていつから考えてたの？前からだよ、もう無理だと思ってたから。とにかく早めに荷物もまとめて。待ってよ、理由は？理由もなしに追い出すなんてさすがにひどいでしょ。俺カズミに言ってなかったけど、子供いるんだよね。はい？何言ってるの？もう3歳になるんだよ。そろそろちゃんとしたいんだ。だからカズミには出て行ってもらいたい。全く理解できない。不倫してたってこと？まあそうなるな。でも安心して。もちろん慰謝料は払うから、相場の平均くらいはちゃんと払う。それで問題ないだろ？問題しかないよ。今までの私の努力は？10年間お母さんの介護だけして、夫婦の会話も全然なかったのに、最終的に離婚の連絡まで LINE とか、どうなってんのよ。はいはい、お前の言ってることは正しいですよ。でも俺の気持ちは変わらないから、悪いけど離婚は確定。和美は早く出て行ってくれ。最低だよ、許さないからね。私は今までの辛かった介護を思い出し号泣しました。こんなクズの母親のために私の大事な10年を費やしたなんて。そう思うと悔しさと怒りでもう訳がわからなくなっていました。その晩、傭兵は帰ってきませんでした。きっと浮気相手のところに泊まっているのでしょう。私は泣くだけ泣いたら少し吹っ切れて復讐を決意。傭兵だけ幸せになるなんて絶対に許せませんでした。離婚届記入したか？まだだけど離婚には応じます。お、よかった、分かってくれたか。カズミならきっと分かってくれると思ってたよ。今後の人生も頑張れよ。だけど条件があります。え、何？条件って？私に不倫相手の連絡先を教えてください。え、なんで？彼女に迷惑かけたくないし、慰謝料は俺が代わりに払うし、連絡先なんて知らなくてもいいじゃん。なんでわざわざ知りたいの？それは私の勝手でしょ。これが離婚の条件。どうしても離婚してほしいんだったら、相手の女の連絡先を教えて。相手の会社に電話したり、迷惑かかるようなことしないだろうな。そんなことしたら慰謝料払わないからな。そんなことするつもりないけど、あんたにそういうこと指図する権利もないからね。まあそうだけど、慰謝料の請求は俺にしろよ。彼女にはするなよ。わかった。じゃあ聞いてみるよ。そして傭兵は浮気相手のゆりちゃんに確認して、ゆりちゃんの連絡先を私に送ってきたのです。最初ゆりちゃんはかなり攻撃的でした。高木傭兵の妻です。何ですか？奥さんだからって偉そうに名乗ってるけど、私がもうすぐ奥さんになるんだから調子に乗らないでよ。調子に乗ってるつもりはないです。離婚にも応じています。だったら何なの？私は慰謝料なんて払う気ないからね。その話も聞いております。ただ一度だけお会いしたいんですけど。え、私に？そうです。なんでよ、なんか怖いんだけど。話したいことがあるだけです。浮気したんだからそれくらい応じてください。わかったけど。もちろん危害を加えたりはしません。不安であればカフェや他の人の目があるところで会いましょう。それならいいけど。会ったらすぐに離婚届を提出すると約束します。わかったわ。
私はこうしてゆりちゃんと会う約束を取り付けることに成功しました。私の復讐が成功するかどうかはゆりちゃん次第のところがありました。しかし他にもいろいろとできることはやっておき、離婚の前に周りを固めておいたのです。そしてゆりちゃんと会う日、ゆりちゃんは茶髪でいかにも若いママといういでたちでした。後から聞いたところ、ゆりちゃんは26歳で、私が介護を始めた年齢と同じでした。はじめまして。はじめまして。それで話って何ですか？私が傭兵のお母さんの介護をしていたこと知ってますよね。それは聞いてますけど、それが何ですか？お母さんは私のことが嫌いでした。毎日嫌味や嫌がらせをしてきました。認知症がどんどん進み、錯乱して私に暴言だけでなく、暴力も振るうようになりました。え？そんなの聞いてないんですけど。介護を言い訳にして嫁が家事をサボるって聞いてたんですけど。傭兵にはそう見えてたのかもね。でも、あなたが想像できないような暴力も受けてきました。それでも家族のためだと思って、耐えて最後まで見取りました。その時、傭兵はどこにいたと思いますか？毎日ゆりさんとお子さんに会いに行ってたんですよね。一応毎日様子を見に来てくれてましたけど、家は汚いし臭いから仕事してる方がマシだって言って全然帰ってきませんでしたから。そうだったんだ。ゆりさん、ご両親はいますか？いますけど、今後何かあっても傭兵は絶対に助けてくれません。実の親がこんな状況で、他人の私が傭兵のために毎日我慢していても気にせず外に出ていく人ですからね。それだけ伝えたかったんです。それじゃお幸せに。私はそれだけ伝えると足早に店を出ました。後ろでゆりちゃんが呆然としているのを感じました。そしてその足で離婚届を提出に行き、傭兵は慰謝料を払ってくれました。そして復讐は大成功。数日後に傭兵から連絡が来ました。どういうことだよ。は？何が？もう慰謝料もらったし、接触しないっていう約束でしょ？そういう問題じゃないだろ。お前、一体何したんだよ。何が？わけわかんないから、少しは頭使ってメッセージ打ったら？今日おじさんから連絡来たんだけど、母さんの四十九日の法事のことで、お前参加しないって連絡したのか？当たり前でしょ。あんたと離婚したら他人なんだよ。逆になんで私が行かなきゃいけないのよ。お前には情ってものがないのか？ないのはお前の方だろ。お母さんのことずっとほっといたくせに。そうだけど、今は喪主としていろいろやってるだろ。お前も嫁として最後まで支えろよ。うるせえんだよ。なんで元旦那のことそこまで手伝わなきゃいけないのよ。それに余計なことも言っただろ。介護には何も協力せずに外で子供作ったらしいので離婚しましたって。何よ、事実でしょ。そこまではっきり言う必要ないだろ。俺の株が大暴落だよ。私の中ではもう底値だったけどね。それにユリだよ。どうしたの？お前と会った後から急に冷たくなってきて、最終的に別れを切り出されたんだけど、変だろ。一体何言ったんだよ。別に、事実を言ったまでだけど、自分の行動を顧みればいいだけでしょ。あんたが最低な人間で、今それがバレただけだよね。それはそうだけど、でも。あと浮気の内容証明だけど、一応会社にも送っといたから。は？会社？なんで？自分の母親が大変で、嫁が必死で頑張っていた時に不倫して隠し子もいますよってみんなに知ってもらわないといけないでしょ。これでもう逃げ場ないね。あと接触禁止も決めてあるんだから、もう二度と連絡してこないでね。バイバイ。私はその後傭兵をブロックしました。ゆりちゃんからその後聞いた話では、傭兵は会社で今回のことが広まって九州の支社に左遷になったそうです。ゆりちゃんとは別れましたが、養育費を払うように請求してるんだとか。私は実家に帰って少しのんびりすることにしました。傭兵から受け取った慰謝料もあるので、今まで介護だけだった10年間を忘れて休憩しようと思います。余計な肩と荷を全て下ろして外を歩くと、なんだか今までよりずっと空が青く見える気がします。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。